港に行こうよ。ん？なんで港に？誰かが君の助けを待ってるかもしれない。困ってる車がいたら君が助けてあげるんだ。お、じゃあ僕本物のレスキュー隊員になるんだね。うわー、よし決まり。僕らはブルームズタウンのレスキューチームだ。僕は世界で一番速いボディ。じゃあ私はアンナ。僕はロイだ。さあレスキューチーム港に出動だ。出動助けて。ダンプーだ。助けて。何かあったのかな。あ、どうしよう。みんな落ち着いて。僕らの初めての任務になるかも。どうしたのか聞いてみよう。ああ、君たち一体どうしたんですか。いいところに来た。急に動けなくなっちゃってね。君たちレスキューチームを呼んできてくれるか。レスキューを呼ばなくても平気です。ああ、それは一体どういうことだい。ちょっと待っててください。僕らがバッチリ助けてあげます。ベニー頼むよ。了解。さあ、何するんだベニー。重いや、全然動かないよ。ベニー、今すぐこれを外してくれるかい。わかりました。どうしよう、外れなくなっちゃったよ。大変だ、もうすぐ橋が上がるぞ。レスキューチームを呼ぶんだ。わかったわ、行こうロディ。こちらレスキューチームです。あら、あなたたち大変なのよ。どうしたの。タンプーとベニーが動けなくなっちゃったの。詳しく話してくれる。緊急事態、緊急事態。タンプーとベニーが上がりかけてる橋の上で動けなくなってる。みんな、今すぐ出動よ。了解。助けてポリー。ロイ、橋が下がらないように止めよう。ああ助かった。ヘリー、ベニーを頼む。了解。ポリー、間が狭すぎる。これじゃベニーを持ち上げられないよ。それじゃあもっと橋を引っ張るから、その間にベニーを引き上げて。助かった。リフティ、どこなの。ベルおばさん、僕ならここです。まったく、明かりをつけず作業したら危ないでしょ。ごめんなさい。急いで準備しておきたいのよ。テリーが着いたらすぐ運べるように。あともうちょっとです、
ベロバさん。わかった。じゃあお願いね。はい。あと明かりをつけてもらえると。つけるわ。よし。あ、お、明かりがついた。早く荷物を運ぼう。うわぁ、びっくりした。何の音だろう。ん？ジン、何かあった？ベルおばさんから通報があったわ。港の倉庫で火災が発生よ。みんな、今すぐ出動よ。了解。みんな行くぞ。みんな、ここは僕に任せて、火が広がらないようにして。了解。平気だよ。あ、ねえロイ、火はそっちから広がってる。入って援護するよ。分かった。下がってて火を消すから。ロイ、どうした？腕が上がらない。まずいな。僕が上げる。これは重すぎる。鉄骨が落ちてきて道を塞がれた。ロイも肩を怪我していて力が出ないんだ。火がどんどん強くなってるよ。ロイを今すぐ助けましょう。うん、じゃあ鉄骨をレーザーで切って道を開けよう。了解。なかなか収まらないわね。何かあったのかな。頑張ってロイ、もう少しだ。うん、まだやれるさ。よし、こっちも切れたよ。いや、みんな急ごう。うん。ロイ、大丈夫？うん、大丈夫。火を消すことだけに集中しよう。雨水が配電盤に入ったせいで火事になってしまったんだ。ちゃんとチェックしなかった僕のせいだ。本当にごめん。ロイのせいじゃないよ。僕が悪いんだ。あそこに箱を置いてなければ火事は起こらなかったはずなんだ。ごめんなさい、ベルおばさんにも。火事になったのは残念だけど、みんなが無事だったことが何よりよ。ところでロイ、腕の怪我は大丈夫？大丈夫ですよ。心配いりませんから。ロイ、僕も君の怪我を見てあげるべきだったよ。いいんだって、ホリーのせいじゃないよ。そんなに気にしないで。みんな聞いて、今日もみんなには本当に感謝しているわ。でも救助で忙しいからこそ体には気をつけてほしいの。万全の体制で町を守れるようにね。よく覚えておきます。じゃあロイ、何か僕にできることあるかい？じゃあ代わりにジンのお説教を聞いてよ。きっといろいろと言われるだろうから。ああ、それは無理かな。ジンのお説教からは誰も逃げられないよ。ええー。